高鍋マヨリン教室へようこそ。ご視聴ありがとうございます。今回は新しいバイオリン教本2巻に載っている60番のルリのガボットです。こちらですね、2丁々デードアの文を引きます。この間あげました、これにも載っています。こちらアーモールのガボットとはまた別のルリのガボットになります。こちらのガボットは重音が出てきますね。とっても難しい重音ですね。これは楽器をこう下がってる方はグッと上げて指板がまっすぐになるようにしていただいて、肘をいつもよりもグッと中に入れます。グッと入れて、このようにしっかり指を立ててトンネルのようにここをね置きます。こういう感じで指がアーセンに当たってしまわないようにという感じで指を置くようにしてみてください。今回はこちらリクエストをいただきました。ありがとうございました。それではどうぞ。